習近平主席は先日の政治局会議で官僚に対して昇格だけでなく降格もあり得る新たな規定を定め、暗黙のルールを打破しました。これで党内の粛清がより優位になります。香港当局によると、中東呼吸器症候群 MERS に感染した疑いのある患者2人が発見されました。その他、10日に韓国経由でアメリカから香港に戻った韓国籍の男性に発熱が見られ、病院で検査を受けています。中国の株式市場が連日急落しています。今年の3月末から国民的な株投機の時代に入ったと言われていただけに、多くの庶民が頭を悩ませています。先日、北京の中国工業大学の卒業生十数人がバスタオル姿で記念撮影をしました。ネットでは低俗極まりないとして非難ごうごうとなっています。新唐人テレビがお伝えしました。